アラビア砂漠、移ろう砂の海と強い日差しに焼かれた岩々、終わりなき砂原の下に眠る黒い黄金、石油、新たな機械の世紀を潤す命の水。オスマン帝国は400年以上にわたり、この地とその下に眠る全ての宝を支配してきた。だが、それに抗う者たちもいるのだ。帝国の打倒を誓い団結した彼らは、風のように襲いかかり、砂漠へと消え去る。彼らと共に戦う中に、その偉業により名を知られたイギリス人将校がいる。世界は彼をこう呼んでいた。アラビアのロレンスと。砂漠を生きるには計画が必要だが、幸運にも期待しなければならない。つい最近脱線させられたオスマンの列車に極めて興味深い品が載せられていたことは、我々にとっての幸運だった。脱線を生き延びたオスマン兵に小規模なパトロール部隊が合流した。彼らは共に列車を守り、増援の到着を待っていた。一人の戦士が大勢の軍団に勝るものが一つある。一人の戦士は見つからずに動けるのだ。部族民は彼らの慣れ親しんだ武器を使い、見慣れない戦い方をした。強靭な肉体と個々の治癒こそが彼らにとっての資源だった。我々は信じた正義を貫き、それを邪魔する者たちと戦う。どんな犠牲を払うことになったとしても、出てこい。無駄だ。